こんにちは、高の目工作室です。前回はトラブルの多発で思いのほか作業が進みませんでした。今回はアームシャフト軸受けの作成から作業を始めます。素材は真鍮の平角材です。久しぶりの真鍮加工になります。真鍮は加工していて安心感があります。毛書きに備えてバンド層の切断端を直角に整えていきます。シャフトの通る穴の位置は基準のエッジからの距離で決めていきます。目分量で青竹を塗ったので毛書きの位置からはずれてしまっていますが問題はありません。アーム類の穴はシャフトにピン止めするのでドリル開けっぱなしとしましたが、この穴はシャフトが回転するので図面の指示通りリーマー仕上げです。加工の順番には悩むところですが、次の加工としては取り付け穴を開けることとしました。この穴は貫通孔なので上部の加工を済ませた後だとサポートが邪魔になって作業しにくいと考えたためです。穴の深さは材料全体を貫通する必要はなく、土台となる部分の厚さより少し深い程度で十分です。今動画を見返すと材料の角がだれています。材料の大きさには余裕があるので、底の部分も削って角をシャープにした方が良かったかと思います。基準と反対側の余分を削ろうとしていますが、突き出しが大きいためビビってしまいました。短く加え直してやり直しです。ここでも削るのは土台の厚さ分で十分です。上部の形を粗まし切り出していきます。エンドミルで全て削っていくよりも手早くできると考えたためです。仕上げ削りは当然エンドミルを使います。
90度倒して土台の部分の厚さを所定の寸法に仕上げていきます。後から考え直すと、バンド層とエンドミルでの仕上げではなく、メタル層で直接仕上げ寸法に加工した方が簡単だったのかもしれません。最後はてっぺんの丸めです。いつも使用しているオートバイスはエンドミルと干渉するため、ここでは使えません。そもそもオートバイスの顎の開きが不足していて、この部品を加えることはできません。そこで自作の平行クランプを仮の柄として使いました。結果は上々です。続いてはアームシャフトを作ります。作るといっても所定の長さに切るだけなんですけれど、その長さが問題です。私の場合、メインフレームの幅が設計よりわずかに広いので、現物合わせで長さを決めていきます。断面が平らになるよう、両端とも旋盤で仕上げます。長さが適当か再び確認をしておきましょう。部品が揃ったのでアームシャフトを組み立てていきます。この映像、手元をかなりクローズアップしているんですが、それでも何をしているのかよくわかりませんね。アーム類に仮止め用のセットスクリューを取り付けているところなんですけれど、このネジ M2 で長さが2ミリととても小さいので、取り扱いにはとても苦労をしています。このネジは周り止めのピンを打つまでの仮止め用ですが、組み立て後も外さないので、ロックタイトの青を塗っておきましょう。準備ができたので、シャフトにアーム類を取り付けていきます。一番内側にシャフトの軸受け、その外側にカラーとアーム、
一番外側はフォークアームを取り付けます。アームには向きがあるので固定をしてしまう前に再度確認をしておきましょう。この段階でフォークアームについては仮固定をすることができます。位置はシャフトの先端とつら位置とし、フォークの向きが両方で一致するようにします。ここから先は機関車に取り付けて作業をしますが、その前にリンクをコックプラグに E リングで固定します。この E リングもとても小さなものです。シャフト軸受けをメインフレームにネジ止めすると、シャフトの横位置が決まってきます。
アームシャフトを動かしてみて、コックプラグが連動して動くかどうかを確認しておきましょう。カラーをシャフト軸受けに沿わせたところで仮固定します。アームの固定については角度ゲージを作ってこの段階で行うことも考えましたが、他の部品が出来上がった最後にコックの開き具合を確認して決めることとしました。アームシャフトを一旦取り外し、周り止めのピンを打ちます。ここのところ、ドリルが折れる事故が続いているので、緊張しながら少し優しく穴を開けていきます。3カ所とも無事貫通することができ、一安心です。平岡さんの本に、ピンが緩いようであればスプリングピンを使う方法もあると書かれていたので探したところ、こんな細いスプリングピンが売られているのを見つけました。シャフトを押さえながらスプリングピンを支え、ハンマーで叩く。手が3本欲しいサイズでした。Thank you.
大変なのは最初だけで、スプリングピンが入り始めると素直に入っていきました。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。